3月31日、今日もちゃんと詳しく天気をお伝えします。ちゃんと3月の最終週でリニューアルしました。これまではブルーベースだったものがオレンジ色ですよ。ちょっと華やかな感じしませんか？ねえ、ちょっとワクワクするような、そんな色になってます。で、スタジオね、これからちょっとよーく見ていただきたいんですけども、見てください。こういうね、桜の花とか飾られているんです。ねえ、よく見ると季節感あふれたスタジオになっているんでね、今後多分変わっていきますんで、またね、チェックしてみてくださいね。で、ちょっとスタジオをご紹介しましょうか。ここがキャスターが座る席ですよ。ね、ここ、私座ったことありませんけど、初めて座りました。ちょっとなんか偉くなった気分に。ですかね。はい。はい。元に戻さないとね。はい。で、お天気キャスターはどこからかというと、この一番端側ですね。このモニターを使ってお天気の解説をするんです。では今日特別にですね、いつものこのぐらいのパソコンではなくて、このモニターを使ってお天気解説しましょう。3月31日に私ですね、上空から桜の取材に行ってきましたので、その話と裏話もね、お伝えしたいと思います。県営名古屋空港を午前中に立って、上空に向かって、まず向かったのはですね、ここ、小牧山です。小牧城、信長が最初に作ったと言われているお城ですよ。その周りに桜があってですね、桜とお城っていうのが絶景なんですよね。今回は、特に上空から見るもんですから、たくさん植わっているところに行ったんです。1000本以上っていうのを一つの目安にしました。ここ1150本、そのうちこの山頂付近にいっぱい桜が植えられてるんですね。で、こちらはですね、岐阜県可児市蘭丸ふるさとの森というところなんですが、この山一部がですね、こう桜の斜面になってるんです。ここもすごいですよね。上空から見るとこういったところ結構あるんですよね。いろいろ見つけましたよ、私。はい。ここの可児市だけではなくて、次はですね、名古屋市内でも、これ名古屋市のここ、西区の新井関緑地なんですけども、ここは上からよりも下からがすごかったです。桜のトンネル、いやー、上見上げるとね、一面のピンク色なんです、ね、もうこの時期になると少しこれ分かりますかね、桜吹雪になっているんですよね。もうそんな季節になってきたんですね。さあ、その他、さらにこちらは岐阜県関市の寺尾ヶ原千本桜公園。こう千本の桜が県道沿い2キロにわたってこう並んでますんで、桜の川みたいになってるんです。本当の川ないですよ。でも川みたいになってて、これがすごくね、絶景、目立つんです。緑の山、両側にあって、ここだけピンク色の川になってるんですよね。で、こちらはですね、本物の川です。ここ、見てください。ここ本物の川なんですが、両岸に1400本の桜が植えられてまして、桜の帯状態になってるんですね。ご存知の方も多いでしょう。愛知県岩倉市の五条川、 7.6 キロにわたって1400本も植えられているんですね。ここは本当にね、今からがいい時期で、わかりますか、ここ川の上に桜の花びらが浮かんでますね。これ花いかだって言うんですけども、五条川の桜の楽しみ方は、満開になった時もいいですけど、満開をちょっと過ぎて花びらが落ちて川水面にですね、こう流れていく花いかだが一番美しいんです、五条川は。ね、こういうのを見てるとですね、本当に今日は癒されました。上から見ると日本列島いろんなところにこう桜が植えられてるんだなって改めてですね、感じることができました。で、一つ裏話、見ててですね、見すぎてヘリコプター用意しまして、ちょっとですね、最後はヘリコプター降りてから2時間ぐらいね、使い物にならなかったんですけども、なんとかオンエアは済ませることが できたんですけどもね。はい。今後もですね、こういった取材も続けていきたいと思いますので、ぜひちゃんとリニューアル後、そしてこの YouTube でしか話せない天気のコーナーもお楽しみに。